はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらのパワプロの日第2弾、投手&彼女セレクションガチャですね。こちらを引いていきたいと思います。でこちらのガチャなんですけれども、俺もずっとねここ渋ってたんですよ。もうどうしようかなって思って、で、まあ、なんで渋っていたのかっていうと、バナーキャラのアンドロメダ・アラシマルがいるじゃないですか。で俺もねアンドロメダ・アラシマルね SR プラゴなんですよ。だからここでアンドロメダ・アラシマルがね出るとねちょっと無駄かなっていうのが、やっぱりあったんで引かないでいたんですけれども、まあちょっとね他の中身を見てみると結構良さそうなんで、一応今回は30連のところまで引いて、でかつ単ガチャがね、5回目まで PR 以上1枚確定になってるので、まあ単ガチャも5回引いていこうかなと。まあここでねちょっとアラシマルが出ると悲しいんですけれども、で4回目のところまではねちょっとさすがに石が足らないので、今回は30連プラス単ガチャ5回というところで、引いていきたいと思います。でさらにですね、厳選20キャラのみ出現っていうところがまあいいですね。これ通常のバナーキャラプラスいつもの感じだともう引かなかったんですけれども、厳選20キャラになってるんで、まあここがねまあ引こうかなと思わせたところになります。で復刻キャラとしては、まあ、チアセッチャンと神高、アンドロメダ、アラシマル、立川、クレバ、クオン君、神道ですね。でこの中でやっぱね立川と、クオン君と、まあ、神道ですね。特にクオンと神道はなかなか復刻しないので、ここでね神道がプラス3にできれば嬉しいかな。自分の中ではまだ神道もねプラス2なんで、固有が発動できてないんですよ。あとクオン君もまあプラ3にはなってるんだけども、プラ5に近づければ嬉しいかなというところですね。まあ、あとは神高と立川も上限解放できれば強くて、であとはまあミサちゃんとチアセッちゃんと神高と嵐丸、これが出現率2倍になってますと。であとその厳選キャラの中で見ていきますと、そう騎馬もね、騎馬の兄貴の方ですね、騎馬兄貴ももうプラゴなんで、まあ、ちょっと微妙っていうところはあるんですけれども、特にね一番下のねお姉ちゃんですね。お姉ちゃん、一応これ前回の動画は、ルナちゃんをお借りして使った動画なんですけれども、やっぱねお姉ちゃんとねルナちゃんをね組み合わせて使っていきたいっていうのが一つあって、だここでのド本命ですね。ド本命は、お姉ちゃんになります。俺の中ではお姉ちゃんが出てくれるとすごい嬉しいかなというところなんですけれども、まあ、特にね、SR 確定のところかな、もうバナーキャラ SR 確定は4体のうちからしか出ないので、まあ、虹玉がね2つくらい入ってくれないと、まあ、お姉ちゃんが出ることはないんですけれども、じゃあお姉ちゃんを目指して、先にもう30連の方から引いて、後で単ガチャを5回引いていきます。じゃあいきましょう。まず10連目と、ここはね普通の PR が確定なんで、うん、これだとね入ってるかどうか分かんないんだよね演出的に。うん、入ってないですねあとは PR 水木ちゃん、いいね。今回はね野球マン2号がね報酬になってるんで、 PR の水木ちゃんは嬉しいですね。キバまた来たか牙がね意外にこう増えてきてるんですよね。で余った分は全部取ってあります。 PSR の牙をね万が一手に入れた時のために上限解放用として PR の牙とか SR の牙はもうそのまま残してあります。で、じゃあ2回目に行きますか。2回目は、SR キャラですね。ここでだからお姉ちゃんが出てくれるとすごい嬉しい。まあでもね20キャラのうち20分の1かつ2倍キャラが4人いますからね。まあ1個か、安定の1個だねうん、水木ちゃん、これはもう野球マン2号に使うか、普通の水木ちゃんを上限解放させていくか。まあ、オリヘンとねクロスキャノンはやっぱり使い分けができるんで、水木ちゃんを全部野球マン2号に突っ込むっていうのはちょっともったいないですね。じゃあ3回目に行きましょう。ここはバナーキャラなんで、どうかな、2つ入っててくれるとありがたいけど、まあ、SR のね確率が2倍になってないともう基本は1つだと思った方がいいんで、こういう風に出たね、やっぱりねこうなるんだよアンドロメダ・アラシマルか、これも一応取ってはおくか。じゃあアンドロメダ・アラシマル多くねえか今回あとはじゃあ PR、
まあここはミサちゃん狙いですかね。5回引いていきましょう。まあこれでもね SR が出る可能性はあるんで、まあ普通、あとはキャラが誰か来たねまあそんなもんだよ。もう一回行こう。なんかねこう嵐丸とねせっちゃんはねよく出るんだよね。まあせっちゃんの方はチアせっちゃんは出ないんですけど、普通のせっちゃんがね割と出てくるんで、まあ、チアせっちゃんが出てくれても解放用に、使えるので、ミサちゃんですね。 OKOK、ミサちゃんもレベルは上げていきたいからね。でこれがタンガチャの3回目と、でこれも金の玉からキラーンなんで、うん、あタンガチャ、およしよしよし、ミサちゃん OKOK で4回目とポンと、これは普通の PR だな。多分あそこのグググとかがないと、グググがないかつ金の玉じゃないと SR にはならないと思うので、でじゃあラストですね、いきましょう。あ虹が出た、やったやったやったグググポン、キラーンよキラーンやっぱりねキラーンは出ないんだよ。まあただここで SR が出たけど、こう嵐丸の可能性あるからね。ほら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 そんなもんですよ。いやー PSR の嵐丸とかは無理だよな。嵐丸は一応通常の嵐丸で上限解放できるから、最悪ね SR プラゴに持っていくのはまあさほどっていうことではないんだけど、そもそもね PSR が手に入らないからね。というような感じで、まあやっぱりねこう恐れていたことが結構起きるもんなのでまあミサちゃんがどれくらい解放できるか、神高とか全く出なかったねそういえば。まあただ神高もね一応まあ35である程度完成されてるキャラではあるので、まあちょっと今後、また復刻したらやっていきますか。振動欲しかったね、ちょっと無理だったか。というようなところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。